オープン戦日本ハム1、5巨人、17日、エスコンフィールド。巨人は17日の日本ハム戦、エスコン、でビジターの遠征発試合が終了。安倍晋之助監督、44、はおこえるい外野手、26、船場様大河投手、27、の2軍降格と、2軍から参加していた横川海投手、23、の2軍再合流を決めた。19、20日のロッテ戦、東京 D、まで 二軍参加制を続けて、サバイバル期間とし、開幕直前の22日からの楽天三連戦、東京 D でメンバーを固める方針。激しい競争、新監督の思いを巨人担当キャップの片岡祐保記者が見た。北海道は雪、厳しい寒さの屋外とは対照的に、屋根が閉じたエスコンフィールド内は巨人ナインのアピール合戦で熱気に満ち溢れていた。激しい外野手争いを繰り広げる丸、 梶谷、萩尾、松原が編んだ。オープン戦打率4割台の佐々木は途中出場で無安打だったが、重信は左翼で好守備を見せた。一方で大声の二軍降格が試合後に決まった。2月の練習試合で2本塁打を放ち、2番候補にも上がった大声。オープン戦は打率1割2部だった。安倍監督は、自分で課題は分かっているから。それを練習した方がいいよと、スタメンに、 入れるとしたら上位を打たせるし、右打ちが苦手だから、反対方向にゴロを打てない、と宿題を与えた。8日のオリックス戦、京セラ D は2番として初回虫1塁から夕ゴロ併殺。外野は渋滞している、とシビアに見極めた。オープン戦では、1軍参加制、お掲げ、2軍の選手にもチャンスを与えた。野手は支配下29人中23人が出場。 出場がない6人の内訳は中山、岡田がキャンプ途中まで1軍で、北は紅白戦で指揮官が直接見た。浅野、増田大、菊田は故障から慎重に段階を踏んでいる途中で、キャンプから現在までの期間に野手は、総チェックしたことになる。当初は大阪、甲子園、鹿児島、福岡、北海道と続く今遠征8試合の後、19課の東京 D 初戦。 ロッテ戦からメンバーを絞り込む考えもあったが、競争激化で19、20日の同カードまで1、2軍参加制を継続することになった。現在、秋広らは1軍から2軍戦に参加中。ギリギリまで見極めて開幕に向けた振り分けを決める。投手では船場様の降格と横川の2軍再合流を決めた。横川はこの日1回無失点、2軍から参加して3試合連続無失点も、 それだけ層が厚くなったってこと。別に悪いところは全くないけど、チーム編成上2軍に行ってくれと言った。誰かずっこけたらすぐ入れるように2軍でしっかり調整してほしいし、ちゃんと見ておくからなって、と苦渋の判断を下して伝えた。19日のロッテ戦から井上、中山、育成のウレーニャが2軍から1軍参加する。昇降格ではない参加性も取る中で、 お声と船場様は厳しく降格とし、横川も二軍最合流とした。開幕まで5試合、サバイバルは最終章に突入する。